中心部を目指す。入ります。え、中ってどうなってるの？アンコールワットの内部はなんかイメージないですね。迷路みたいだな。進んでいくと石の彫刻がすごいですよ。すごいなこれ。壁に彫られた女神の彫刻は実際にいた踊り子をモデルにしたといわれる。その奥にはかつての沐浴場も。この先の人がいっぱいでちょっと見えにくいですけども、こちらは中央指導付近にある神聖な場所、観音様が祀られている。登ってる人がいる。そこまで行けんの？アンコールワットの中央指導には登ることができる。知らなかった。これはぜひとも登ってみたい。どう？確かに知らない。あんな階段登っていくの？そうだな。傾斜はおよそ50度。かなりきつそうだが、上からの眺めは最高らしい。ところが長蛇の列。ねえ、うっそ。階段待ち。これ確認すると、え、そんなに、こんなに意味がないよ。ずっと続いてますね。その数300人以上。今から並んでも無理だと判断。実は観光のベストシーズンは寒気にあたる12月から2月。ロケを行ったこの時期は1年の中で最も多くの人が訪れるピークだったのだ。仕方がないので他の見どころを聞いてみた。やっぱりアンコールワットは朝日が最高だよ。ということで翌朝。おはようございます。今朝の5時半を回ったところなんですけど、ここがちょっとまだ暗いんですけど、アンコールワットの今入り口に来ています。しかしですね、この時間にこの早い時間に相当な数の観光客が来ますか。とりあえずメイン遺跡へ向かう庄司ディレクター。夜明けを迎えようとしたその時、一斉にカメラのフラッシュが。すごい。そう。すごいな。何を撮っているのか聞いてみた。水面に映る遺跡とハスの花がとても綺麗なんだ。水面に。そういうことだ。朝しか咲かないハスの花と、その水面に映るアンコールワット。日本でいう逆さ富士のような光景。さらに見てください、この先。いや、ほんの一瞬ですけど顔出してくれました。いいですね、このサンライズ。朝のアンコールワットはとても幻想的だった。首都プノンペン市内最大の市場へ行ってみた。プノンペンに到着しました。プノンペン空港に降り立った杉原ディレクターは早速タクシーで移動。街の中心部までは車でおよそ15分。中心地っぽいですね。すごい賑やか。政治経済の中心、首都プノンペン。カンボジア仏教の頂点でもある荘厳な王宮がそびえ、近年目覚ましい経済発展を遂げている。まずは街を散策してみた。わあ、なんか何でしょうね、旗がいっぱい立ってちょっと賑やかな。これ市場ですかね。プノンペン最大の市場、セントラルマーケット。カンボジア各地から新鮮な食材が集まる庶民の台所。さらに
中央にあるドーム部分には高級ジュエリーや時計がずらり。なんと現金を金に変えて資産運用するための純金ショップまである。さらに奥へ行ってみた。ちょっと待って、これは美容院ですね。もう動き出すね。市場の一角には美容室が並んでおり、街中の店舗より割安なため連日大にぎわい。雰囲気は超庶民的。中には市場で買ったものを食べながら利用する人も。早速体験してみた。周辺を散策。うわ、なんかあげてるあげてる。あ、げた。気になったので聞いてみた。あげバナナよ。こちらはあげバナナの人気店。食べ頃になったバナナを手でぎゅっと潰し、ごまを入れた米粉につけて油で揚げたもの。バナナ本来の甘さを生かすため砂糖は使わない。一日300本が売れるというカンボジアを代表するおやつ。子供が大好きなの。子供、せっかくなので揚げたてを食べてみた。どう？なんか普通のバナナあるけど、周りが衣で覆われてる分香ばしさがあります。いや、ジューシーですね、意外と。揚げバナナは美味しいおやつだった。さらにシェムリアップの繁華街へ移動。すると何ですか、あの人。そこには派手なマントをまとった人物が。話を聞いてみた。こんにちは。何しようとしてるんですか。路上パフォーマンスですよ。せっかくなので演技周年というその技を披露してもらった。何これ。ほらすごい。さらにこれで驚いちゃ困るよ。もっとすごい技をお見せしよう。一体何を始めるのか。今度道路の真ん中なんだ。ナイフすげえ刺さってる。やばいやばい、これは危ないよ。なんとナイフが刺さったこの輪の中を通り抜けるという。果たして。やばいって。いやいや怖い怖い。やばい。いやできないならいいよ。いやいや、なかなかいけない。慎重です。
そしてカンボジアには弱気なパフォーマーがいた。ロンペ、おいしいビューティーグルメを食べてみた。街の至る所で安くておいしい庶民の味が食べられる。ここプノンペンはうまい屋台の激戦地であり、ビューティーグルメの宝庫。そこで今回は数ある屋台の中から日本人の舌に最も合う料理を徹底調査。特別企画、日本人の舌に合う B 級グルメランキング。ジャッジするのが住川ディレクターだけでは心もとないので、セムリアップの寿司店に協力を依頼。2年前カンボジアにやってきて若干29歳で料理長となった中島さんに参加してもらうことに。いわゆる B 級グルメってよく食べますか？実はそんなに食べたことがなくって、どうしてもやっぱり家で自分で作って食べることが多いので。じゃあいっぱい食べて一番おいしいやつを探しましょう。今回は街の人たちに聞いた一番おいしいと思う B 級グルメを住川ディレクターと中島さんが実際に食べて審査。カンボジアを代表する36種類の B 級グルメから日本人の舌に合うベスト5を大発表。まずは第5位、先日訪れたセントラルマーケットのフードコートで食べられる B 級グルメ。それはこれだ。うどんっぽいというか焼きそばっぽいというか、ちょっと太いですね。これ美味しそう。短いうどんのような麺をオイスターソースで炒め、さらにもやしと青菜、魚介を発酵させた味噌を加え、あ、結構お肉も入るんですね。ボリューム満点なんですね。味の決め手はこの調味料、ナンプラーにお酢、たっぷりの砂糖と刻みニンニクを加えて煮詰めたもの。絶対うまいな。これを加えると一気にカンボジアの味になるのだ。うわ、これうまそう。続いて第4位、特製ペーストを塗ったパンに数種類の野菜とハムを挟む、カンボジア風ホットドッグノーパンパテ。さあここからはベスト3。選ばれたのは湯気が出てて美味しそう。スープをかけては戻すという摩訶不思議な料理。このスープのベースは香辛料のウコンとレモングラスの煮汁。そこにウコンにまぶした内魚の切り身を入れ、さらに豚の血を蒸して固めたものを加えて煮込む。これでスープが完成。スープを麺に何度もかけるのは麺の隅々まで味を染み込ませるための工夫。日本で言えばラーメンにあたるカンボジアの国民食ノムバンチョック。これどうなの？あったかくて美味しい。
しい B 級グルメを探してるんですけど、お姉さんどれが好きですか？かぼちゃプリン。かぼちゃのプリンですか？女性からの支持が多かったかぼちゃプリン、その正体は これじゃないですか？かぼちゃ。かぼちゃプリンとは言ってましたけど、かぼちゃ。